ラートクラバン駅は、太陽国の首都バンコクと、ラートクラバンクにある、大国有鉄道東本線及びエアポートレール、リンクの駅である。ラートクラバン駅は、太陽国の首都バンコクとの、人口16万人が暮らす、ラートクラバンクにある。鉄道用地の一部が、エアポートレールリンクに転用されており、地平の東本線に並行して、高架線が建設された。 ラートクラバン内陸コンテナデポ駅への貨物船は、東方のふわた系駅から分岐する。2009年9月28日のエアポートレール、リンクの開業に伴い、同線の各駅停車の s h t ラインに接続する、通勤用の区間列車が当駅ふわた系駅間で、朝夕各に往復運転されている。当駅は、滑走路の延長線上にあり、 当駅の直上を離着陸のための航空機が飛行する。1908年1月24日、当駅付近を含む大国鉄東本線第一区間、バンコクチャチューンサオカンが開通。短式及び、島式一面の複合型ホームに面3線を持つ地上駅である。2006年9月28日に開港したスワンナプーム国際空港の旅客輸送を目的として、 2010年8月23日に開業した。東本線の駅に隣接する位置に、高架駅として設置されており、東本線との間で乗り換えが可能。各駅停車の SST ラインのみが停車する。エアポートレールリンクはこの駅で、東本線から離れ、スワンナプーム国際空港へ向けて南下する。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。駅回送。 英語版、大国有鉄道の主要駅に関する記事による、鉄道ピクトリアル2011年2月号、P96、柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史 P49、ありがとうございます。